矢沢愛先生の人気漫画7。今回はノブは7が好きだったのか、男女間に友情は成立するのかを考察します。7は20歳の誕生日に上京してバンド活動を始めようとします。するとすぐにノブは故郷を捨てて7を追いかけて上京します。故郷を出てきたノブに7は説教します。あんたは実家の旅館があって恵まれてるのに、なんでそんなことをするのか。ノブは言います。俺はギターさえ弾けりゃそれで幸せなんだよ。お前の歌で。何度も言わせんな。旗から見たらこれは愛の告白のようにも見えますよね。ノブは7の歌声に心底惚れ込んでいるからで、二人の間にあるのは友情です。7がずっと愛してるのは蓮で、7と蓮を出会わせたのはノブです。ノブは蓮のことを中学の時から慕っていたので、自分と7がどうにかなるなんて、微塵も思っていません。蓮がブラストをやめて上京する時も、ノブは7に次のように言ってます。俺はギターさえ弾けりゃ、それで幸せなんだよ。お前の歌で。7はこのセリフを聞いた時に、泣きながら言ってます。蓮に言われた買ったセリフを、あんたが言うな。もし7とノブが普通に両思いで恋人同士だったら、7はとても平和なものだったに違いありません。高校の時の7は友達がいなくて、ノブは孤独な7に声をかけて気にかけていました。CD を大量に貸したノブに対して、7は初めてありがとう、と微笑みかけます。その当時のことを、ノブは蜂に嬉しそうに語っていると、蜂は突っ込みます。それ、恋をしてたとしか思えないよ。ノブはつぶやきます。ちょっとそうかも。ノブは初めて高校の時に、自分は7のことが好きだったことに気づきます。でも結局、ノブはその後は7に女を感じることなく、友情しか感じなかったことを打ち明けます。7の唯一の肉親である祖母が亡くなった時も、ノブは遺影に手を合わせながらこんなことを誓います。7は別品だから、その気になれば彼氏はすぐにできると思うけど、友達は上手に作れないと思うんだ。だから俺が一生友達でいてやるよ。これはある意味、恋人よりも深い愛情を感じますね。恋人は別れたらおしまいだけど、友達はずっと友達です。ノブは喧嘩しても7とはすぐに仲直りするように頑張る、とまで言ってます。蜂が匠の子供を妊娠して結婚したことを、7から聞いたノブは、自分が蚊帳の外にされたことにショックを受けます。その時、7はノブに、私の胸で泣いていいぞ、と言って抱きつきます。ノブは、何すんだ。と赤くなって照れて7から離れようとします。7は言います。私はあんたに出会うまで人間が嫌いだったけど、あんたに出会って初めて世の中捨てたもんじゃねえって思ったんだ。女に振られたくらいでいじけるなよ。ノブに抱きついたまま泣く7に、ノブの心は癒されます。ノブの良さは7が一番わかってる、と二人の友情を感じ取れるシーンですね。7の母親の記事が週刊誌にスクープされて、7の様子を心配するやす、ノブなどの関係者たち。誰が7の様子を見に行くか、話し合いになった時にやすが言います。ノブが一人で行け。なんで俺。とうろたえるノブに対し、やすは言います。7は大勢から寄ってたかって心配されるのを嫌がる。ノブの前なら7は泣くよ。ヤスは7とノブの間に、固い友情が結ばれていることがわかっているんですね。ヤスは7に対して好きな気持ちもあるので、7が弱ってる時に自分が行くわけにはいかない、と自制しているのもあるかもしれません。蓮が死んでから精神的に不安定な7を支えるために、司会の寮に蜂は一時的に移り住みます。そこで蜂はうっかりノブといい感じになり、抱きしめ合います。
ノブからのキスを拒む八味ノブは言います。嫌なら上がってくんなよ。いい加減にしてくれ。泣く八の声に気づいたナナは、駆けつけてノブに聞きます。あんたは八の幸せのために身を引いたんだよな。それでも辛抱ならねえほど八が好きか。ノブは言います。好きに決まってんだろ。ナナは怒鳴ります。こくんならけじめつけてからにしろ。半端なことして泣かせてんじゃねえよ。ナナはノブを殴り、指輪でノブの方は流血します。ハチは泣きながらナナの胸に飛び込み、ナナはハチを抱きしめます。ナナが元気を取り戻したことに、ノブもシンもほっと笑顔になります。ノブ、殴られて怪我をしたのに、笑っててどこまでもいいやつですね。このシーンを突っ込むと、先にけじめをつけるべきなのは結婚しているハチの方だと思うけど、ナナはどこまでもハチの味方です。ハチが妊娠して707号室を出て行ったとき、ハチはナナに、私は誰に恋をしていても、私にとってのヒーローはナナだけだよ。と手紙を残していました。裏切られて一人ぼっちになったナナにレンは、ハチに会いに行ってやれよ、と言います。ナナは、なんで私が会いに行かないといけねえんだ。理不尽だ。と言いますが、レンは答えます。ヒーローとはそういうもんだ。つまり、ヒロインがどんなに理不尽なことをしても、味方になるのがヒーローだ、と言いたいんですね。ナナが理不尽にノブを殴って、ハチの味方をしたのは、ナナはハチの永遠のヒーローである、ということを表しているのだと思います。ナナでは、ヒロインのハチの恋の相手はコロコロ変わりますが、ハチにとってのヒーローはナナです。ナナとノブの関係は友情で同志で仲間です。きっとこの関係はこれからもずっと変わらないでしょう。今回はノブはナナが好きだったのか、男女間に友情は成立するのかを考察しました。この動画ではナナの考察動画を投稿しています。よかったらチャンネル登録をお願いします。